対戦よろしくお願いします。お相手のパーティートリックルームですね。大ウォールしてからうんたらかんたらだと思いますので、今回の私のパーティー風船統一パーというわけでやらせていただきます。ギラティナの白金玉というアイテムをご存知でしょうか。持たせるとドラゴンとゴーストタイプの技の威力が上がり、ギラティナの姿が変わり浮きます。しかも割れないんです。いわば高級風船、はい、それをテーマにした統一パーとなっております。で、向こうは全体的に非常に遅めなので、その辺を考慮した人選が必要ですね。ヒードランプクリンから参りましょう。で、ギラティナとプリンかな。なんというかあれです、強引に組んでるところもあるので奇跡枠がまあなかったりしますかね。はい、他にも風船らしきポケモン、そうだ思い出したわ、不安定がおらんやんと不安定おらんと、そりゃ不安定がおらんはなんか足りんな思ったら、はい、そうなんすよ。まあさすがにここに不安定まで加わると勝てなさそう感マックスなんでね、あの左上に浮かべとくんで許してくださいえ、色が足りない、わかりました、はい、よし OK、 ではよろしくお願いします。ある意味統一詐欺だよ。フワライドがな、気球なんだよね、その辺は惜しいよな。さてさて、お相手の組み合わせはトリックルームと潮吹きって感じの組み合わせですかね、これは。であればトリックルーム持ちをまず潰したいところではあるが、あんまり余裕ないですね。早々にもう潰しにかかった方が良いでしょう。ブルンゲルの体力をそもそも削ってしまえば火力としてはあんまり出なくなるでしょうし、こうなってくると技の選択の幅がなきついな。ヒードラン臨床ランクルス、プクリンも臨床ランクルス、これでどうだろう。まあ初陣なんで、ね、いくぜ臨床、火力が低い、続け臨床、威力が倍になって順番無視して打つことができます。オニビ意外と手堅い技を、でもトリックルームには違いないでしょう。あれ結果としてセーフかもしれん。いや待て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 、読み読みかな。こっちのポケモンも大概に遅いから向こうがそれを警戒してくれたと前向きに解釈した方がいいでしょう。であればここはもう攻めた方がいいかもね。ダイアースを、ブルンゲルに、でプクリンは引き続き臨床をランクルスに、ランクルスよりは早いはずなんで、はい、これでいきましょうか。まあ、レパルダスをこのパーティーにねじ込んでる時点でシングル用だとか考慮してないとかそんなわけはない。ダブルでそれは基本的にない。あうわー面倒だ。しかしまあ大丈夫です。ブルンゲルの特防自体は上がってないし、このまま押し切れるなら押し切っちゃいましょう。ヒードランは風船で浮いていますのでね、まだここで特防が上がればまだ行動できます。ただ臨床コンボはできなくなっているのでご注意を。さあどうなるかな。アスー、この程度か、仕方ないな。能力向上、ナイトヘッド、このブルンゲルはただの耐久型だったか。さあここでわざわざ変えてきたということは、この次あのバンギで、私のヒードランに対して致命の一撃を与えられる自信があるということでしょう。ですが
我がプクリンはサイドチェンジを覚えることができますので、そっちで裏を書いてやりましょう。第1番かな、とりあえず天候を奪うか。で再チェン、プクリンは落ちてしまうかもね。なんとも言えない立ち合いになってきたが、まあ切ってくるでしょう。うん、ここでダイアースまで使われたらな。今回のパーティーは臨床とかも使う兼ね合いで結構特殊に寄っとるんで、今回かなりしんどいですね。ここでバンギをいかにして受け流すか、それが今回の勝敗を決めることになるかな。ではチェンジ、スイー。向こう的にはプクリンがまるで脅威に感じていないのか、スルー対象になってるからな今。いい火力だ、急所だね。これはありがたい急所。ブルンゲルも結構めんどくさかったので、ここらで退場の予感は非常に嬉しい。うわあ、プクリンの方がまだ座れなかったかもね。控えめだとはいえ順伝の一体さすがに受けられますね。よし、ただこれで特防がさらに上昇してしまう。向こうとしてはこの次、こちらのサイドチェンジをある程度予測して行動する必要が出てきている。まああんまり気にする必要はないでしょうな。臨床はぶっ放してもあれですから、もうこのままダブル超高火力でいってみますか。バンギーをちょっと保険で恐れすぎるのも良くないですよね。一撃入れとく。あいつ一応控えめなんで、そこそこの火力は出ると思いたいが、言っておきますか。ブルンゲル割と無害ですし、潮吹かないならほどほどに痛めつけて放置でいいぜ。ちょっとバンギー傷つけて勝って、直帰じゃねえのこれ。いくらなんでもね。ナイトヘッド交代してないっすよ。ロック砂の巻き直し、さすがに硬いね。さあ再び砂を展開、これによってプクリンは火傷も含めて間違いなく退場ですな。ですが最後に一撃、まあちびっともらってよ。ノドスプレー入ってるから少しぐらいは痛えだろう。ブルンゲルが生き生きとしてるのが少々気に入らないぜ。そろそろ退場してもらうべきなのではないかな。あのバンギは多分イベルタル対策の直帰ですね。ではでは、プリン、プクリンはサイドチェンジを使ったのですが、プリンは覚えると読まれるだろうか。では一応持っているので使っておきましょう。ネッサの大地、でもあまりにも硬すぎるんだよな。まあちょっとでもバンギはアタッカーも兼ねてるだろうから、ちょっと傷つけておきますね。やけど入ったら美味しい。ではチェンジ、大地どうだ、やけど入れ、急所でこれ、やけど入れ、入らない、吸い取る。プリンの攻撃どうぞどうぞどうぞ。悲しいほどに回復しないと思うが、うん、1回目でこれですよ。アスー、どっち来た、いい感じに受け流せましたね。プリンの活躍素晴らしい、上出来です。これでバンギのダイマはなんとか流すことができました。ただプリンは今の一撃で結構ひどい目に遭ってるから、もう余裕はあんまりないですねこれ。さあバンギちゃん、元のサイズに戻っていただきましょう。まだトリックルームの恐怖は残ってるところをお忘れなきよ。ラスカの守る
プリンでどれだけしのげるかにこの勝負はかかってる。お相手の残り1匹がまだ見えてないのが気がかりだがね。ラスキャノー、そいや、よし落ちた。急所だろこれ。うん、いいね。運だけで持ち直していけ。挑発トゥフ、遅いわ地味に仕事 するね。あのブルンゲルは完全サポートだな。あのタイプでやるということはザシアンあたりを面倒見ようとしてるのかもね。確かに巨獣山は今一つ、その他サブエポもジャレツク以外なら。でもジャレツクでブルンゲル落ちんのかな。まあまあまあ、あのブルンゲルはわりかし放置で良さそうですね。めっちゃグロス。こいつこそが保険だな。ネッサの大地打ちたくねえな。いや噴煙も大概なんだよな。ネッサの大地、ここサイチェンか。サイチェンしましょう。特にやることがあるわけでもなし。メタグロスもまあ全ての相手のポケモンがこちらより遅いんでね、風を打つ必要がない。チェンジ、挑発の一つすら悩んでもらうぜ。第一、えい、まあまあ入った。やけど、キャモン来ない。しかも保険じゃねえお、よく見切った。しかしプリンの特性はフレンドガード、吸い取る。これはプリンを落としに来た感じの、いや違うな、瓦割りだからどっちでもいい技を選んだのかな。プリンを落とすんだったら鋼技を打つはず。まあ次はさすがに守るかな。守るで噴煙が使えますから。ではタイプ1噴煙でメタグロスは退場。というか何持ってんだこいつら、揃いも揃って。わからねえぞ保険持ってそうなやつがことごとく持ってないんだよな。まあこちらもね、風船統一なのに風船忘れるとかいうとんでもねえことやらかしてるから。いや風船忘れてはねえんだけどな。でもバレパンとかちゃんと打ってるから、何か私にはわからない何かを対策してると思う。よし、まあちょっと苦しい展開からじわじわとなんとか返しています。ナイト落ちます。ですがこの立ち合いはもう完全にこちらが制しましたね。では我が軍が誇る最高級の風船をご用意いたします。そう、もう割れない。今こそその姿を轟かせるとき。ドラメシアとは言わないで、いきます。この状況で厄介なのはどう見てもランクルスの方だね。では守るはさっき使ってるからサイチェンでもいいんだけど、そろそろサイチェンも読まれそうだよね、ずっとやってるし。壁でも貼っときますか。待て、力を吸い取る、鬼火挑発だからランクルスをここで落とせない可能性っていうのがあるな。待て、ランクルスの持ち物見えてるか。いや、あのやけど火炎玉で自分でやったやつか。ヒードランだからうっかりしそうになるね。サイチェンでいいや、やることねえもんな。ではシャドーボールをランクルスに。これでお相手のアタッカーは消滅、こちらの勝ちになるはずです。なんかダブルにあるまじきちまちまとした削り作業でしたが、こういったふわふわとした立ち回りこそがまさしく風船統一にふさわしいのではないかね。向こうもさすがにもう再チェンを前提とした動きをしていますね。この次に力を吸い取ってくるか。ですが、まあ、確かにギラティナの攻撃って120あるんですけど、それを考慮してもここからのシャドーボレンダーは待て。
そういうことか。まだ負けはありますね。油断してはいけない。大地の力、ブルンゲル、そして凍える風、呪われボディがあるのですよ。そこは考慮しといた方がいいでしょうね。お相手からすればどちらの力を吸い取り粘るか。ここでプリンを落とし、固くね。よし来た。これでギラティナのシャドーボールは封じれない。よし、再チェーン読みのギラティナターゲットか、それともギラティナをとっとと落としたいのか、どっちだろうね。まあスズメの涙程度のダメージでも食べ残しを潰すことぐらいはできる。さあここからはお相手はもう余裕がなくなってくるはずです。呪われでシャドボを封じれない。一致火力ぶちかましていきましょう。ここ風もうわずかでも削っていく。1ダメージに泣くことになりかねんよ。うわ、勝って。アースの効果が痛すぎるな。おや、吸い取らなかったか。まあでは終わりましょうか。吸い取り続けてたらどうなってたんだろうな。まあでも一度吸い取り始めたらもう余裕ないもんな。向こうからしたらシャドーボールがないことに期待するしかないか。これ問題じゃね。ですがここからお相手は力を吸い取り続けることになる。ってなってきたら向こうの余裕はない。殴り続ければよろしい。で向こうとしてはさらにサイドチェンジで吸う相手を選ばなければならない。そこをミスったら終わりですぞ。そう、守るかもしんないしな。吸い取るのも命がけさ。ではシャドーボール一発受け取ってもらうぜ。足りないわな、そんな気したわ。さあどっちを吸ってる。ハズレだよし、ふう。ではゲームセットですね。ある意味レパルダスを見せて随分とそれだけで翻弄された試合だった気がするが、試合内容自体には今回はガバはなかったのでは。うん、前提でガバってるかな。まあいいぜ。不安定はどっちかっていうとシングルで活躍しそうですからね。その時にまた頑張ってもらいましょう。不安定を搭載する予定のある統一パー、すでに私の頭の中にあるぜ。ご安心を。では最後までプリンさんにはこう歌いながら場を温めてもらいましたが、これにて終了。よし、対戦ありがとうございました。一戦濃密でしたね。1試合で終わってしまったよ。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。不安定投入参ります。まあ先ほど頑張ったからね。はい。でヒードラン、ギラティナがほぼほぼ固定になってしまうのがやりづらさマックスなんだけど、ハリー戦の方が良かったりするんやろ。でもハリー戦はな、ハッサムに対して無力すぎるか。むしろギラティナって誰に刺さってると思ったらルナーラに刺さりまくってるわ。ルナーラに対してハリー戦が無力すぎるから、結局この3体でいくことになりますかね。よろしくお願いします。試運転も込み込みで仕事率は 100% の不安定がいます。テストプレイの後のテストプレイもいろいろで、うん、不安定の仕事率は 100% です。ご安心ください。やってみせます。ただねハッサムが苦手かな、そういう意味では。あとゴリラ、でもハッサムもゴリラもヒードランで、対応できるのでその辺は安心かもね。先発ランドとかかな。ランドは苦手だな。うわー出たよ。これステルスロック巻いてくるパターンも考慮しなきゃいけないのがね。殴ってくるのか、それともだからコライルが安定じゃなくなってしまうのが辛いところです。
もしかしてよりにもよってこの試合でフワンテちゃん仕事できない可能性が浮上している。こらえてみましょう。ステルスロックだと辛いです。なだれ当たりを引いた気分だ。よし、さあここでランドロスを連れていこうかな。道連れ第一プラン発動、ランドロスを連れていく。ここでダイマ切ってきたら不発に終わりますがね。さあダイマ切るか起点にするか構わんぞ。ダイマを切ったランドロスでここで打てる技はせいぜいジェットであれば、風船ラン、あの風船ヒードランを後投げしてやれば何の問題もないです。さあ切ってるかダイマ、どうだ、切ってない。道連れ、向こうの行動は雪崩、それはあかんやろそれはズルですよ。ならば第2プラン追い風、後続の素早さを倍にしてやろう。ちなみにこの次は不安定の行動が高校になる。まだ道連れの効果は続いていますよ。だから道連れを避けたいのであれば補助技を打つしかない。交代でもいいが、さあまあしかしここでダイマを切れば無効にしつつ確実に潰せるわけだが、逆に言うとダイマを切ってしまうわけで、向こうとしてはどの選択を取るのか。おお倒しに来たか、では共に死のうではないか。もしかしたらこのシステムを知らない可能性もあるがね。道連れです、あばよ。そう実質2ターンの道連れが可能なわけよ。でもしも今のを嫌がった場合は追い風が発動した後置き土産もしくは道連れの2択を再び迫るという非常にめんどくさい方となっております。まあそこで S 上に取られてたら向こうが岩7でして終わりですが、それでも追い風は残るわけですね。はい、ではやりたいことは今回も完璧にしてくれてありがとうよっと。レヒーレめんどくせえなお前。こんにちはミスト。この対面は少々辛いところがあるのですが、まあ交代する余裕があるわけでもないのでね、どっちもきついからな。マグマストームで拘束しておこうか。キャッチー、おら、まあまあ出ますね。軽く結構硬いな。ドロップオン、まさかの、これメガネじゃねえだろうな。最近流行ってるらしいよね、メガネですね。これだと結果としてダメージ少なかっただけか。ツラタニエ、お相手が道具が発動して犬愛犬愛ので、これは何か匂いますな。では今回の目玉、高級風船ギラティナによる大フォロー、ダイマックス受けてもらいましょう。この立ち合いもな。でも向こうがメガネだと仮定するなら、ここはダイマを切らない方が良かったかもしれんかな。いやでも交代際に圧力をかけていきたくもある。どっちにしろギラティナはそこまでそのこの環境において強いって断言できるポケモンでもないので、余裕はないからな。いっちゃえ。そう、ここで向こうもダイマを切ってこだわり解除すれば、まあそのまま来る可能性もありますしね。どっちにしろ男気あふれるダイマックスで勝負、かっけえな。ていうかギラティナ、そこそういうシステムになってんだな。ビーダーマンみたいな発射機構じゃねえかお前。ではいざ尋常に勝負。このギラティナの時点で相手に道具バレてますからね。さあここで殴り合いを制することができるか。さすがにこのレヒレ相手はきつそうな気がするがね、どうでしょう。おろー、おら、まあまあといったところか。さあ低下、あら、やっぱこだわってるか。これは曲振りしてるね。
あれ曲振りしてるね。過去僕の運が悪いだけですかこれ。大フォロー、いやさすがに今回は。お相手の最後のポケモンが何なのかがまだ分かってないけど、いやー10中7、8あれだろう。でもフォローでも落ちねえんだわこれ。アース一発挟みますか。これで絶対に耐える。でフォローで落とすしかないな。というかあれ乱数だったの。なんか意外と通ってるんだけど。へこむわ。あのちょっとおかしくないですかこれ。あれあれもしかして9章の最低乱数だったりした。あれ何かミスってる。私死んだぞでも不安定は活躍したし、オッケー。ギラティナは本ちゃんのダブルで活躍してくれたからね、ありがとうございました。